こ体操チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。親子体操チャンネルです。今回ご紹介する遊びはしっぽ取りゲームをしたいと思います。このしっぽ取りゲームで遊びの中で子どもの運動神経をアップさせたり、将来スポーツにつながる、そういう力を育むことができます。よし、皆さんやってみようか。はい、今日はタオルを使って、このタオルが尻尾に変身します。こうやってお尻のところにつけます。はい、ちなちゃんはこれを頑張ってね、取ってください。いいよ。この尻尾取りゲームはまず大人の方からしてください。なぜかというと、動きを子供に覚えさせます。それといきなり、子供にさせるとブワーって走っていって、怪我をする原因にもなりますので、まず大人からやります。はい、これをする時のポイントが、右に行ったり左に行ったり動きを変えてください。子供っていうのが、まだ最初の頃はぐる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 同じ方向に、回る傾向にあります。このやり方ね。はい、なので右に回ったり左に回ったり大人の方が挑戦します。はい、どうぞ。そう右に行ったり左に行ったり、はい、右に行ったり、はい、その左に行ったり、ベルトをかけて、おおっと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 、取られた。で、フェイントの動きだったり、この基本姿勢といって、この構える動作も自然と身についていきます。これを大人の方がした後に子供にチャレンジさせます。はい、じゃあ今度ひなちゃんつける番です。さ、ひなしっぽ、次パパが取るけんね。いくよ。あ、このちゃん危ないけど、この尻尾取りの遊びをすることによって、右に行ったり左に行ったりとか、将来スポーツをするときにフェイントの動きにもつながります。そして相手から目を離さない、相手に対して背を向けない、そういう、動きにもつながります。このチャームやってみる。よし、いくよ。お、尻尾できた。よし、ゆっくりや、ゆっくりや、ゆっくり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 、はい、このように遊びの中で子どもの運動能力をアップさせる、子どもの能力を引き出す、そういう運動遊びも大人の方が意図的に与えて教えていかないといけません。幼児児童期っていうのは、神経系の発達が著しく発達していく時期です。この時期に多種多様な運動経験をさせることが本当に今すごく大事になっています。その動きを知らなかった、動きを経験していなかったで、大きくなってしまうともったいないです。将来につながる、そういう力を今この時期につけておくことがすごく大事だと思います。他にも運動系の、動画をアップしてますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録お願いします。またね。またね。バイバイ。バイバイ。イエス。